続きまして、滋賀ダート二刀流の活躍で優勝6勝をマーク、創生した名馬アグネスタッキオリの後継馬として大変息の長い活躍をいたしましたノーザンリーバーをご紹介いたします。本日は本馬のオーナーであられます林オーナーにお越しいただいております。本馬の現役時代の思い出だとか今後の仕事に対するこの馬の可能性について少しお話をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。リバーのオーナーの林でございます。専門的なことを私もプロの前でお話しするんですが、ちょっとリバーとの出会いになるんですが、初めて私、約1年前にこの時代の会議中も出会いたんですけども、その時のセレクトセールで、今の浅見調教師の、お父さんである亡くなられた浅見二先生が、買うならこの馬がいいというふうに、推薦していただきまして、で私も迷いなく、初めて、この馬を、買わせていただきました。で、値段とか相場とか全然分からなかったんですけども、国一先生のなんか熱い言葉で、心を動きまして、自分が思ったよりちょっと値段高いかなと思ったんですが、買わせていただきました。でまさか初めて買った馬が、アリートも取り、でまた私が知識もなかったんですけども初めて買ってその、ダービーに出る権利があるっていうんで、知識がなかったために、今思えば NHK マイルとかそういう短距離系に少し行った方が良かったんだろうと思うんですけれどもちょっとなんかのぼせがあってその思いで、ダービー出しましてで後から振り返ってみればその年の同じレースに、オルフェーブルが出てましてもうものすごいぶち切ってこっちは向こう正面まではトップの方にいたんですけども全然足が持たずに、かなり後ろの方で 最下位に終わったという苦い思い出があります。でその時にちょっとぬかるんだ、東京競馬場の距離走ったために、ちょっと故障発生したんですけども、その後回復して、心配だったもんですから芝でも走れるスピードあるっていうことをもう先生方も言っていただいたんですけども、心配だったのと比較的ダートでも、好成績が出てきましたので、基本的にダートの方を中心に、やってきました。で馬主高校というか出るレース出るレース交流戦も含めて、行くときは連勝街道を爆心していただきまして、自分にとっての、コロバといいますか思い入れの非常に強い馬なのでなんとか死亡馬として、できないかなと思っておりましたがやはりなかなか G1 というかダートの世界でも G1 とか J1 というのはやっぱり取るのはかなりきつくて、いいとこまで行くんですけどもやっぱり、優勝することはできませんでした。したがって種馬にはちょっと難しいのかなという声が社代さんの中にもあったんでいろいろ関係者の方にお願いして今日優秀さんで扱っていただくことに、なりました。そういったことで自分の、繁殖馬もなんとか持ってるんですけどもそこにもちょっとつけるつもりでいますしそれから、レースをちょっと見ていただければですね私の記憶と本当に全然ダメだったレースってのは非常にあんまりなくて、スタートも良かったですしだいたい 4,5 番手を追走していって4コーナーでちょっと騎手が追い出せばふっと伸びるというレースセンスの非常にいい馬でしたしそれからお母さんの血統もスピードのある血統なのでそれなりのスピードを持っているなんではないかと思います。ここに集まっているのは、皆さんねスピードどの馬もスピードもあり素晴らしい馬ばっかりだと思うんで、それだと比較してどうか分かりませんが、ダートの短距離系ではですねかなりの成績を残せる子供を出せるんじゃないかなとあるいは出してもらいたいなと私が願っております。そういったことで見ていただいて、迷われるぐらいだったらまずよく相談していただいてぜひつけていただければ私自身もその生まれてる来る子はぜひ見させていただいて
こういうこと言っていいのかわからないですけど、場合によったら購入させていただくとかということも考えたいと思いますので、ぜひ、よろしくお願いいたします。すみません、つまらない話でしたが、ぜひよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。それでは説明させていただきます。父は、無敗の皐月賞馬で2008年にチャンピオンサイヤーの座につきましたアグネス・タキオン、母はソニック、母の父はマキャベリアンでございます。速作申し上げます。体高が158、脅威190、下位 21.5 センチでございます。本場をよくご覧ください。顔の表情や、コントロール豊かでありながら、あの金星の取れた高馬体は、経路こそ違いますが、父アグネス・タキオンにとてもよく似ております。現役時は2歳から7歳までの6シーズンにわたり一戦で活躍、通算28戦10勝、2着4回、3着3回、勝率 35%、 副勝率6割超えという、障害獲得賞金3億1000万円を超える堅実な成績を残し、本年より守護馬入りとなっております。デビュー3戦目に初勝利を挙げますと、500万下芝 1600m の G3 アーリントンカップまで一気の3連勝で重賞初制覇を飾り、皐月賞とダービーにも駒を進めるなど、その後の活躍が大いに期待されておりました。その後は残念ながら脚部不安により1年10ヶ月にも及ぶ長期休養を余儀なくされましたが、5歳春に戦列復帰いたしますと、ダート短距離路線にその活路を見出し、その後は高位差しのセンスあふれる競馬で G3 カペラステークスなど5つのダート重賞に勝利いたしました。怪我をしてもなおその輝きは生涯失せることはございませんでした。父は、無敗で皐月賞を制し、2008年にチャンピオンに左右にかけましたアグネス・タキオン、また本場の母系も極めて、優秀であり、兄にダート重賞4勝のランフォルセ、甥に日本ダービー馬ロジユニバースがおり、祖母ソニックレディはヨーロッパの3歳牝馬チャンピオンに輝いた名品であります。チャンピオンサイヤー×名品の配合から誕生したこのノーザンリバー、3区は配合によって父と同じく芝ダート双方から活躍馬が出ることと思います。なお本年の種付け料ですが、受胎条件20万円もしくは出生条件30万円となっております。ぜひ初年度に配合検討いただきますようよろしくお願い申し上げます。以上、ノーザンリバー号でございました。どうもありがとうございます。